皆様おはようございます。いつも無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日は、ね、こちらですね、バジルね、おー、これバジルってさ、冷蔵庫でちょっと茶色くなっちゃうのかねみたいな感じではないでしょうか。本日はバジルを使って、バジル&レモンですね、レモンバジルマフィンね、作っていこうじゃないかということになりました。はい、それではね、バジル適当に生バジリですね、はい、ガッツンガッツンパラライカとね、刻んでしまいましょう。あ、ちょっとこれ入れすぎちゃったかな、まあいっかね、ちょっと香り高きバジルですね、かなりスパイシーなんではないでしょうか。入れすぎかな、まあいっか。はい、そうしたらね、ひき肉用意してください。本日は豚肉ですね、豚肉のひき肉ですね、はい、用意いたしました。ボウルの中にスコーンスコーンスコーンはキンコンカーンですね。はい、そうしたら生バジルガツンガツンパラライカとね、入れてまいりましょう。はい、ボウルの中にね、刻みバジルとね、豚ひき肉入りました。はい、ここでね、レモンね、バジルレモン、レモンバジルとかね、こんぐらいチュッチュッとね、まあ俺スペイン好きだよって方はね、もうガツンガツンね、思いっきり入れちゃってください。でもあんまり酸っぱいとね、あれです。はい、そしてこのひき肉の量の 1% のお塩パラライカですね。はい、そしてブラックペッピーパンパンパラリンパラライカと、はい、そしてね、醤油、はい、二回しぐらい、それからおろしニンニクですね、ガーリック入ります。まあ俺ニンニク好きだよって方はね、もうバツンバツンバリリーだとね、ガンガン入れちゃってください。まあ今日は2かけぐらいでいいのかなみたいなね、感じではないでしょうか。はい、入りましたね。あとはこれをこねこねこねんこ、これリーナとね、混ぜるだけでございます。それではね、こねこねしていきましょう。そしてすべての具材が一体になったとき、素晴らしい味を奏でるんではないでしょうか。はい、こんな感じでガツンガツンつるりんことね、混ぜていきましょう。はい、豚肉、ニンニク、生バジルですね、あと調味料ね、これがすべて混ざり合いました。このね、団子状態になりました、粘りが出ました。はい、そうしたらね、これをね、フライピンで焼いてまいりましょう。バナコナへゴー。はい、バーナーコーナーにね、やってまいりました。はい、お肉ですね。はい、まずこのお肉をね、マフィンバンズで今日はね、挟んで食べようじゃねえかってことね。またもやこのハンバーグみたいにこう空気を抜きながらパッツンパッツンパッツイナとね、丸く成形していきましょう。こんな感じでよろしいかな、いいかな、いいかな。今日はちょっとこっちのフライパンでいくからね。はい、そしたら静かにね、パッカリーナと乗っけてください。はい、もう一ついきますよ。はい、こう団子にしてね、パッカンパッカンパッカリーナですね。はい、そして丸く形成、こう焼くと縮むんでね、やや大きめにね、平らめにやった方がよろしいかもしれません。こうどんどん縮んでこう厚み出てくるからね、こうひき肉系っていうのはね。はい、こんな感じで、はい、静かにパッカリーナと。はい、そうしたら天下一杯入ったよこれね。たらこれ中火か弱火でね、じっくり焼いていきましょう。ちょっとね、蓋しちゃうよ、うん、がっつりなとね。はい、それではね、片面焼けるのを待ちましょう。はい、蓋を閉めて弱火で2分ぐらいですね。もう片面そろそろ焼けたんじゃねえのみたいな感じでね、いかがでしょうか。ね、今とこんな感じになってます。ちょっとひっくり返してみましょう。ガン、あ、焼けてるね、ガン。あ、なんかこうバジルの色がすごい綺麗で鮮やかだよね。はい、シャーシャー、ちょっとジュンジュンと落ちましょう。はい、そしたらね、裏面も2分焼いていきましょう。そして一緒にね、はい、マフィンバンズね、焼いちゃいましょう。はい、こんな感じで空いてるところに、2つ作んなきゃ違いない、空いてるとこないよこれね。まあこんな感じでよろしいんじゃないのみたいな感じでね、焼いてまいりましょう。はい、蓋開けたままね、焼いております。これ蓋閉めちゃうと蒸気でね、マフィンバンズがちょっとしなっちゃうんじゃないのみたいな感じなんで、蓋を開けて焼いております。そろそろバンズの方をね、ひっくり返してみますか。わかります、この
レモンバジルエキスの油がほら出て、ゴーゴーよ、ゴーゴーよ、これよ。あ、ここ全然焼けてないね、やっぱね。あ、この油来たところね、結構焼けてるね。あ、これ全然焼けてないね。こういや移動させて、ね、あ、こいつすげえうまそうだね、こいつね。はい、それではね、もうちょっとね、焼いていきましょう。はい、裏面焼き出してから約2分ぐらいですね、焼けたバンズはお皿の方にね、もう置いてあります。こいつもそろそろ、あ、いいね、結構カリカリっときてるね。うん、そしたらこれもお皿の方に行きましょう。はい、それではもう焼けてんのかな、焼けてると思う、これで、これ目安的にはあれだよね、これちょっとつっついて透明な汁が出たらね、 OK みたいなね、大体感じですよね、こういうのは。はい、ちょっとつっついてみますか。ジョンジョン、あ、わかる、あ、見てないか、ごめん、わかる、ほら、こうほら透明な油がジュ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 ン出てくる。はい、これ OK、 OK、 もう仕上がり、出来上がりよ、これ。はい、それではね、パンに挟んで完成となります。見えてるかな。はい、ね、これパンに、パッコン、うまそうだね、どうも。はい、パンにパッコンと、はい、蓋をかぶして、はい、完成よ。それではテーブルの方に運んで食してみましょう。レモンバジルマフィン、うまそうだね、今日も。はい、テーブルの方にですね、レモンバジルマフィン運んでまいりました。たまに無性にマフィンバンズって食べたくなるよね。ちょっとね、添えさせていただきました生バジーリーですね。いつもドライのねバジル粉使ってるんですが、たまたまねいただいちゃったんで、これを作ろうと、決意した次第でございます。まあ、簡単なんでね、うん、それではねいただいてみましょう。まあ、これもかじってもいいんだけど、ここはねこういう風な感じでパッコンと、この薄い方からいきますか。うん、肉汁出そうだね、いただきます。うん、うまっ、うん、このマフィンバンズのもちもち感と爽やかレモン、あの生バジリーですね、もう、うん、うんとま、いや肉汁がうまいわ、口の中ほとばしるわ、これ、いただきます。うん、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 たまにはパンもいいよね。うん、うん、あ、ほんとバジルとレモン合わせると本当に、あ、すみません何言ってか分かんなくて、ほんとに爽やかだよね、ほんとうまいよね。で、まあ、やっぱこの豚肉に入れた 1% の塩と角砂糖と醤油ちょろちょろっとね、ブラックペッピー、いやー、ほんといい味出すわ、ほんとうまい、いただきます。いや、あんぐらいちょっと多いかなと思ったんだけど、バジルの葉っぱ多くないね、ちょうどいいぐらいだったね、これね、ほんと美味しい、いただきます。うん、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 最高ですね。うん、クレッセント、うん、うん、なかなかもちもちバンズなんでね、なかなか噛んでも噛んでも飲み込めないよ、うん、みたいなね感じじゃないでしょうか。うん、はい、飲み込みました。はい、それでは本日も最後まで無駄なしまかない道場ご視聴誠にありがとうございます。本日ですね、ちょっとバジル、生バジルいただいちゃったんで、あれですよ、バジルとレモンを使って豚肉でね、レモンバジルマフィンね、まあマフィンバンズだから食パンでもいいし、このお肉焼いて丼の上にのっけちゃうとね、多分うまいと思うんでね、お試しくださいませ。それでは失礼いたします。良い午後を、良い一日を、良い夜を、とその前に皆様に一つお願いございます。動画アップのモチベーションを維持するために皆様の温かいグッドマーク一票入れていただければ幸いかと思われます。それでは失礼いたします。またお会いいたしましょう。レモンバジルマフィン最高。